回目の結婚をしまして、おめでとう。で中野先生に、結婚のことについて証しをしなさいと言われたんですけれども、結婚のことはまだよくわかりません3回目からも向こうも4回目なんですけど、結婚のことについては、ハワイで、シングルマザーで一人で子供を2人育ててた時は日本からいろんな人が来て、教会にいろんな相談を受けて、女性の方は特に結婚の問題とかが起きて、その時は知ったようなことをいろいろ言ってたんですけど、今考えると、よくあんなことが言えたなと思うほど、自分は結婚のことを何も知らなかった。アーメン。一つよくわかるのは、神様なくしては結婚は、不可能じゃないかなと思います。世の中たくさんの人は神様を知らないで結婚して幸せな人もたくさんいると思うんですけれども、やっぱり何か問題が必ず出てきて、その時には神様なくしては結婚のいかなるか、結婚が何たるか、結婚の中で夫はどうするべきか、妻はどうするべきか、っていうのを何を基準にじゃあ考えるかといった場合、聖書を置いてはないんじゃないかなと思います。頭に来た時も泣く時も神様に言うってことは、また全然言わないねえねえ、夫はそこにいるんですけど今度ですね、教会で前に持って行き方やないかブロガーの会というのをやります。夫はブログをやってるんですけれども、ブロガーの会というのはブログをやってる人は読者が多いですね。読者の人もいっぱいいますけど、彼の読者っていうのは、ヤクザとか、あと人生の問題に突き当たって出口がないと思うような人が、彼のサイトにヒットしてくるんで、読者が結構多いんですね、問題を抱えている。でその人たちが、私も日本に帰ってきて気がついたことは、最近の日本人は舞台に上がるのは大好きで、芸が達者な人がいっぱいいるんで、その人たちに呼びかけて、芸を一発やってもらうじゃないかと。それでその合間に、福音を述べ伝える。でそのいいところは、ノンクリスチャンがまずステージに上がるから、ね、自分はまず来なきゃいけない。で自分が上がるとなると、親兄弟友達をたくさんノンクリスチャン連れてくるんですね。で、その絵目を見る。そして終わったらすぐすかさず彼が出てきて神様の話をする。でそれが交互にこうなってるんですね。誰も逃さないでそういうのをまたこれは5回目なんですけれどもやります、これは川崎市民会館、川越市民会館、川越でやります。10月11日体育の日です。誰でも来ることができます。今回は出る人はみんな決まっちゃってるんですけれども、どんな感じかなっていうのを見に来ていただいて、また次回がありますので、次回に我こそはという方が、芸を披露しに来ていただいて構いません。普通の賛美は全然面白くないと思うんですけれども、腹出しとかお尻を出していただいて、やっていただきたいと思います。でこれはね、どっかで見たことあるなと思っていると思うんですけど、これが我が夫なんですけど教会の、アーティストの人が、聖書カバーをデザインしたりしてくれてるんですけれども、名刺も作ってくれてるんですね。でその名刺に載ってる彼の似顔絵なんですけれども、ちょっと最近変わってきたらしいですね。どこが変わってきたかというと、中野先生と同じでこの辺がちょっと修正が加えられてでこの、私服が今度こんなかっこいい外人系 の日本にいる外人さん向けの、フリーマガジンのに載りました。でこれは別に見た目がかっこいいからだけではありません。それもあったんですけど一応何て書いてあると、Pray for our sins って書いてあって、この人たちはクリスチャンかどうかはちょっと分かんないんですけれども、私たちの罪のためにお祈りしましょうということが表紙に書いてあって、で中の記事も教会のこと、彼が救われて神様によって救われたということと、聖書の箇所もはっきり入っていて、教会のこと、また本のこと、そして教会員の人の証もちょっとだけですけども載っています。見た目がね、こうとても地味なんで目立って今
テレビに出たりいろいろしてると思いますけど、それはやっぱり全部神様を福音の別名でしたね、うん、ですのでお祈りくださって、もし知ってる大臣さんがいればこれをお渡しくださいませ。オンラインでも見ることができます。記事も全部見ることができますから、海外の友達がいる方もしよかったらハレルヤ。